アレクサンドリアはアメリカ合衆国ルイジアナ州中央部に位置する都市。州とバトンルージュの北西約170キロメートルに位置する。州の地理重心の近くに位置し、地域はレッド側の南西岸に広がっている。人口は47,723人で、州内第10位。人口の比較的希薄な州中央部では最大でその中心となる都市である。都市圏は アレクサンドリアに軍長を置くラピッツ軍及びその北に隣接するグラント軍の2軍にまたがり153,922人の人口を抱えているケントプランテーションハウス1800年に建てられた州中部最古のプランテーションで1971年に国家歴史登録財に登録された現在は博物館になっている 今日のアレクサンドリア市がある。この地は、1785年に、ペンシルベニア州出身の商人アレクサンダー・フルトンが、当時ルイジアナを統治していたスペインから付与された土地であった。その後フルトンは、自分の店を通じて、この地に住み着いていた、ネイティブアメリカンの直東族、テンサス族、アパラチー族、およびパスカグーラ族から土地を購入した。やがて、 アメリカ合衆国によるルイジアナ買収後の1805年、フルトンはアレクサンドリアの町を創設し、区画した。このアレクサンドリアという名の由来については、フルトン自身にちなんだとする説と、フルトンが幼くして亡くした娘の名にちなんだとする説がある。アレクサンドリアは1819年に正式な町として法人化し、1832年にルイジアナ州議会から、 正式な検証を与えられた。アレクサンドリアのすぐ上流には、レッド側の滝があり、一年の半分はこの滝を越えての航行が不能となるため、アレクサンドリアは船着の積み替え地となった。また、周辺の土地は肥沃で、アレクサンドリアはプランテーションに囲まれていた。こうした立地条件から、この頃のアレクサンドリアは、農業と商業の中心地として発展した。 当初は、これらのプランテーションでは、藍やタバコが生産されていたが、やがて綿花や砂糖キビにとって変わられていった。1860年には、ルイジアーナ州は、全米で生産される綿花の約1、6、アメリカ合衆国から輸出される綿花の約1、3を、また全米で消費される砂糖の約1、4から1、2を生産した。 ベイリーの赤南北戦争中期の1863年春、北軍のナサニエル・バンクス少将率いるメキシコ湾岸軍がレッド川流域を北上し、同年5月9日にアレクサンドリアを占領した。その後、バンクスはアレクサンドリアからミシシッピ川沿いのポートハドソンの要塞へと進軍し、包囲戦を戦った後、翌1864年3月に、 レッド側方面作戦で再びアレクサンドリアを占領した。バンクスは今度は南軍ミシシッピ側流域管区の本部及び臨時のルイジアナ州都が置かれ、この作戦における標的になっていたシュリーブポートに向けて北西へと進軍した。しかしバンクスはシュリーブポートの南、マンスフィールドの戦いで大敗を喫し、シュリーブポートを攻略することなく、 プレザントヒルからアレクサンドリアへと逃げ帰った。その頃アレクサンドリアでは、レッド側の水位低下のために、滝の上で、北軍海軍のデイビッド・ディクソン・ポーター提督の艦隊が立ち往生していたが、後兵のジョセフ・ベイリー・中佐が席を築いて、水位を上げ、艦隊を逃がすことに成功した。やがて同年5月14日、北軍はアレクサンドリアから撤退したが、 その際に町に火を放った。この焼き討ちにより、アレクサンドリアの町の90%が消失し、聖フランシス・ザビエル大聖堂を除いて、すべての建物が消失した。町の検証もこの時に消失したため、終戦後、1868年9月29日に、ルイジアナ州議会は、アレクサンドリアに新たな検証を付与した。その後1882年、 アレクサンドリアは姿勢を施行した。南北戦争後、19世紀後期のアレクサンドリアでは、周辺の豊富な森林資源を生かした製材産業が栄えた。また、テキサスパシフィック鉄道、ミズーリーパシフィック鉄道や、カンザスシティサザン鉄道といった鉄道が20世紀初頭に、かけて次々と開通し、鉄道交通の要所にもなった。 1900から20年代にかけては、新しい市庁舎が建てられ、街には、路面電車が走り、北軍による焼き打ちで消失した図書館が再建され、当時中央ルイジアナで最高級のホテルであった、ホテルベントレイや、現在でも、市で最も高い建物となっている、ギャランティバンクトラストビルディングといった建物も、建てられた。やがて第二次世界大戦が開戦すると、 州北部や中部では大規模なルジアナ演習が展開され、アレクサンドリアの周辺にもアレクサンドリア陸軍航空基地等多数の軍事基地が設置された。また、軍用車を円滑に通行させるために、市の西側に4車線の環状線となるマッカーサードライブが敷かれた。第二次世界大戦の終戦後、1950年代には、 現在のダウンタウンの南西を通るボルトンアベニューで商業が栄えた。1960年代に入るとマッカサードライブ沿いにレストランやホテル、ショッピングモールが建つようになった。一方、この頃から全米的に建設が進められた、週刊高速道路がアレクサンドリアに開通したのは、だいぶ後、1990年代になってからのことであった。 1980年代から市は水退期に入り特にダウンタウンの空洞化が進んだが2010年代に入ってダウンタウンの再生がその目抜き通りであるサードストリートから始まったバイユーラピツ・アレクサンドリア都市圏アレクサンドリアは北緯31度18分44秒整形92度26分45秒に一致しているシュートバトンルージュからは北西へ 1> 約1 7 0トル、シュリーブポートからは南東へ、約2 0 0トル、ニューオーリンズからは北西へ、約3 0 0トル、ヒューストンからは北東へ、約3 3 0トルに位置する。州の地理重心からは北西へ、約5 0トルである。アメリカ合衆国国政調査局によると、アレクサンドリア市は総面積69.9平方キロメートルである。 そのうち68.4平方キロメートルが陸地で1.5平方キロメートルが水域である。総面積の2.15%が水域となっている。アレクサンドリア都市圏はラピッツ軍及びクラント軍の2軍にまたがり、その面積は5079平方キロメートルである。アレクサンドリアの地域はミシシッピ側の支流であるレッド側の南西岸。 平坦な地形の上に広がっている。レッド側の対岸には、パインビルの地域が広がる。ダウンタウンの標高は23メートルである。周辺にはこの地域を含む南部の低地を原産とする、大王松が多種の後期に混ざって生育する森林が広がる。地域内及び、周辺地域には、バイユーラピッツ、バイユーロバート、ハインソンバイユーなど、いくつものバイユーが流れる。 市周辺の農地では、綿花、サトウキビ、アルファアルファや、その他園芸野菜が栽培されている。ハリケンリタの被害を受けた、市内のガソリンスタンドアレクサンドリアの気候は、欠片の気候区分でこそ、アメリカ合衆国先海岸や南部に広く分布している温暖湿潤気候に属するが、実際には蒸し暑い夏と温暖で、過ごしやすい冬に特徴づけられる、亜熱帯性に近い気候である。 ただし、ニューオーリンズ東沿岸部に比べると、冬は若干内陸性の影響を受ける。最も暑い7月の平均気温は約摂氏27度、最高気温の平均は約摂氏33度で、日中は月の2、3以上の日が摂氏32度を超える。最も寒い1月でも平均気温は摂氏8度、最低気温の平均は摂氏2度で、気温が 氷点下に下がることは平年で月12日程度である。降水量は1年を通じてほぼ一定して多く月間100から160ミリメートル、年間1510ミ、mm、リメートル程度である。冬季の降雪は稀である。アレクサンドリアにおける最多降雪記録は1960年2月12から13日にかけて記録した23.1センチメートルである。 沿岸部ほどではないものの、アレクサンドリアは、ハリケーンや、トロピカルストームの被害を受けやすい土地である。2005年9月に、ルイジアナテキサス宗教付近に上陸した、ハリケーン・リタは、アレクサンドリアとその周辺地域でも広範囲で、停電をもたらし、複数の建物の屋根を損壊した。2008年に、州南東部に上陸したハリケーン,ングスタッフは、そのまま州内を北西に進み、 アレクサンドリア付近では、トロピカルストームの強度に落ちていたものの、広範囲に洪水をもたらし、その結果として家屋に浸水したほか、樹木や送電網に損害を与え、停電を引き起こした。アレクサンドリアのスカイラインアレクサンドリアのダウンタウンは、北東をレッド側、南東を、パインビルエクスプレスウェイ、南西を週間高速道路、I-49、 そして北西をラピッツバイユーに囲まれた北東南西に約1キロメートル、北西南東に約1 5キロメートルの範囲に形成されている。ダウンタウンの街路は整然と区画されているが、道幅は狭く、一方通行が多い。数字のついた通りは、レッド側と平行、北西南東方向に通っており、セカンドストリートから始まり、レッド側から離れるほど数字が大きくなる。 レッド側に対して垂直、北東南西に通る通りの中心となっているのは、ジャクソンストリートでダウンタウンのみならず、アレクサンドリア市域全体を、そしてジャクソンストリート境でレッド側を渡って、パインビルの中心部をも北東南西に貫いている。1980年代西が水帯期に入ってから、およそ30年にわたって、ダウンタウンの空洞化が進み、クチルに任されてきたが、 2010年代に入って、ようやくその再生が進められるようになった。再生の中心となっているのは、視聴者が立地し、歴史的建築物が残り、商店が立ち並ぶ、目抜き通りのサードストリートである。1920年に建てられた、ボザール様式の高層ビールで、現在でも、市で最も高い建物である、キャピタルワンバンクビルディングもサードストリート沿いに建っている。同じく、 サードストリート沿い、視聴者の北西一ブロックを占めるホテルベントレイは、1908年に、当時ルイジアナ州中部の最高級ホテルとして、開業した歴史的建築物である。1940年代のルイジアナ演習の際には、ジョージ・パットン陸軍少将や、後に、第34代大統領となる、ドワイト・ディ・アイゼンハワーリーク軍大佐など、著名な軍人が宿泊した。また、 ジョン・ウェインやロイ,ロイ・ロジャースはこのホテルベントレイを上宿とした。1980年代までホテルベントレイはニューオーリンズ以外では州内唯一の4つ母子ホテルであった。その後、ホテルベントレイは一時閉鎖されたが、2012年から改修が進められ、全体計画の93室中、第1期となる62室が2016年5月に営業を再開した。 このホテルベントレーから西へにブロック、フォースストリートにボーリーガードストリートが突き当たる、定時路の西角には、ルイジアナ州中央部を管轄区域とするカトリックのアレクサンドリアインルイジアナ市教区の主教座聖堂で、南北戦争時の北軍による焼き打ちの際に唯一、焼けずに残った聖フランシス・ザビエル大聖堂が立っている。ホテルベントレーは1979年に、 また、聖フランシス・ザビエル大聖堂は1980年に、それぞれ国家歴史登録罪に登録された。アレクサンドリア市庁舎前日の通り、アレクサンドリアは1819年に法人化し、1832年に、検証を付与されているが、南北戦争時の焼き討ちで検証が消失したため、終戦後の1868年に、新しい検証を付与されている。 1882年に市政を施行した際、アレクサンドリアは市長、治安判事、水悼役、及び9人の議員を有する市議会を有した。9人の市議員のうち8人は市を4つに分けた、選挙区から2人ずつ、残りの1人は全市から選出された。1912年、ローラソン法により、アレクサンドリアは全市から公共保険公安委員を兼任する市長、街路 公園委員及び財務、公共事業委員をそれぞれ選出する委員改正に移行した。1977年、アレクサンドリアは委員改正を廃止し、現行の市長制に移行した。現行の制度の下では、市長は市政府の長、行政の最高責任者であり、市政府各局の監督、市職員の人事及び予算作成に責任を負う。 市の立法機関である市議会は7人の議員からなっており、そのうち5人は市を5つに分けた選挙区から1人ずつ、残りの2人が全市から選出される。また市議会は別途市議会の議事録作成を務める初期官を選出する。市長、市議員ともその任期は4年で再選には特に制限はない。市の司法機関であるアレクサンドリア市裁判所は ラピッツ軍の第1、第2、及び第8地区の市民についての案件のみを取り扱う。また、扱う案件も限られており、民事であれば5万ドル以下、刑事であれば罰金千ドル以下、もしくは週間6ヶ月以下の案件のみを扱う。パインビルにある、プロクターギャンブルのアレクサンドリア工場、プロクターギャンブルは1968年から、パインビル市北東部に、 アレクサンドリア工場を置いている。この工場では、タイドをはじめとする同社の洗濯用洗剤を生産してきた。また、同じく、パインビルには、同市で1935年に創業し、集中応部に電力を供給する中央、ルイジアナ電力会社が、現在も本社を置いている。1994年に、イングランド空軍基地は閉鎖されたが、その跡地は、 アレクサンドリア国際空港及びイングランド工業団地になっている。イングランド工業団地内に工場を置いている企業の一つに、シカゴに本社を置くタンク車メーカーのユニオンタンクカー、カンパニーがある。また、コロラド州ロングモントに本社を置くバイオ燃料ベンチャーのサンドロップフューエルズは、イングランド工業団地の西側2200エーカーの用地を購入し、 同社のバイオガソリン製造工場の建設を進めている。そして、アレクサンドリアはその初期から、レッド川の港を中心として発展してきた加工都市である。19世紀初頭には、アレクサンドリア港に入港する船は、各地からの物資を町にもたらし、出港する船には綿花をはじめとする、この地の農産品が積み込まれ、各地へと送られた。現在、中央ルイジアナ地域港は、 ダウンタウンの北約4キロメートル、蛇行するレッド側の流路が作り出した半円形の半島状の土地に立地している。1995年から整備が進められた200エーカーの敷地には40トンクレーンや岩壁、倉庫といった港湾施設のほか、肥料ドームや貯油タンクが備えられている。ラピッツ地域医療センターアレクサンドリアは地域の医療の中心にもなっている。 ダウンタウンの北西端には、ラピンツ地域医療センターが立地している。同院は、約350床を有し、救急医療にも携わる総合病院で、慢性閉塞性肺疾患及び心不全の治療において高い評価を受けている。また、地域中央部、アレクサンドリア動物園の近くには、このラピンツ地域医療センターに匹敵する規模の総合病院である、クリスタス、 セイフランシスカブリニ病院が立地している。同院は心不全の治療において高い評価を受けている。また、パインビルにも退役軍人保健局のアレクサンドリア病院が立地している。アレクサンドリア国際空港アレクサンドリアの玄関口となる商業空港はダウンタウンの西約7 5トルに立地するアレクサンドリア国際空港である。同空港には アメリカン航空のダラスフォートワース便、デルタ航空のアトランタ便、およびユナイテッド航空のヒューストン便が、それぞれ1日3便ずつ発着している。しかし、同空港はもともと空軍基地だったということもあり、発着する航空機のうち約4割を軍用機が占めており、定期旅客便は約5%にとどまっている。アレクサンドリア周辺の道路地図。 I-49 パインビル高速道路、周回高速道路 I-49 はダウンタウンのすぐ南西を通っている。I-49 は周南西部のラファイエットと北西部のシュリーブポートを結ぶ高速道路である。シュリーブポートの先は未成区間があるものの、全通するとカンザスシティまで通ずることになる。ダウンタウンの南で I-49 と分岐。 合流する国道167号線は、レッド川を渡って、パインビルを縦貫し、北港のクレオラまで、パインビル高速道路となっている。国道167号線自体は、州北部の大学町ラストンやアーカンソー州の州都、リトルロックへと通じている。また、アレクサンドリア・パインビル領師を囲む、環状線を建設する計画が進められている。かつて、 1940から60年代には、カンザス式とニューオーリンズを結ぶ、カンザス式サザン鉄道の旅客列車、サザンベル号がアレクサンドリアに停車していた。しかし、サザンベルは1969年に運行廃止となり、1970年代に入って発足したアムトラックに引き継がれることはなかった。現在、アレクサンドリアには、アムトラックの列車は停車しない。 グレーハウンドのバスストップは、アレクサンドリア動物園にほど近い、イーストテキサスアベニュー沿いのクイックウォッシュの店舗敷地内に併設されており、ダウンタウンからはかなり離れている。このバスストップには、シュリーブポートとニューオーリンズをラファイエット・バトンドゥージュ経由で結ぶバスが、北港・南行とも1日1便ずつ停車する。 アレクサンドリアの公共交通機関としては、アレクサンドリア交通局が路線バス網を運行している。この路線バス網は8系統を有し、そのうち7系統がアレクサンドリア市内を、残り1系統がパインビル市内をカバーしている。ルイジアナカレッジダウンタウンから北東へ約 2.5km パインビルにはルイジアナカレッジが81エーカーのキャンパスを構えている。 同学は1906年に創立したバプテスト系、私立リベラルアーツカレッジで70以上の専攻プログラムを有し、学生数は約1100人、学生体教授の日は11、1、学生数20人以下で行われる講義が全体の7割以上を占めるという、リベラルアーツカレッジの特色とも言える、少人数制の教育を行っている。 ルイジアナ州立大学アレクサンドリア校ダウンタウンの南約1 5トルにはルイジアナ州立大学アレクサンドリア校のキャンパスが広がっている。同学はバトンルージュに本校を置くルイジアナ州立大学システムの一角をなす州立総合大学で1959年に2年生のコミュニティカレッジとして創立した。その後、 1976年から2003年春、学期までは、ルイジアナ州立大学本校の3の4年生の、講義を、シニアカレッジという名で、同校キャンパスで開校し、同学で、もともと開校していた1から2年生の単位を、取得後に履修させることで、学士の学位を授与していた。そして2003年秋学期からは、同校は、コミュニティカレッジとしての機能を持ちつつ、 単体で学士の学位も授与できる4年生大学に移行した。2016年秋学期現在、同学は約3200人の学生を抱え、8つの学部を有し、履修証明8つ、準学士6つ、及び学士13のプログラムを提供している。アレクサンドリアにおける K12 課ほどは、アレクサンドリアに本部を置き、ラピッツ軍全域をカバーする。 ラピッツ軍学区の管轄下にある公立学校によって主に支えられている。同学区は小学校28校、中学校7校、高校11校を有している。アレクサンドリアの文化施設はダウンタウンの文化芸術地区に集中している。視聴者からセカンドストリートをまたいだ北東側にはアレクサンドリア美術館が立地する。 同館はもともと1898年に建てられ、1980年に国家歴史登録財に登録されたラピッツバンクビルディングを転用し、1998年に開館したものである。同館は特にルイジアナ州や南部出身の芸術家、南部文化を反映した作品を制作した芸術家、南部に大きな影響を与えた、もしくは南部から大きな影響を受けた。 芸術家による20から21世紀の作品に注力しており、約800点を常設展示物として収蔵している。同じくダウンタウンの文化芸術地区、ワシントンストリートとフィフスストリートの南角には、アレクサンドリア及びルイジアナ州の歴史に関する事物を収蔵、展示するルイジアナ歴史博物館が立地している。同館は年に建てられ、年に、 国家歴史登録財に登録された旧アレクサンドリア図書館本館を転用したものである。この他、ダウンタウンの文化芸術地区に立地する美術館や博物館としては、ツリーハウス子供博物館やアレクサンドリア出身の詩人でハーレムルネサンスの担い手の一人でもあったアーナ・ボンタンの成果を博物館として一般公開しているアーナ。 ボンタンアフリカンアメリカン博物館が挙げられる。また、地元オーケストラのラピンツ公共楽団や、地元劇団のラニャップシアターカンパニーが、本拠地としているカフリン・ソーン・ダース演技、芸術センターも、文化芸術地区内に立地している。ラピンツグウンコロシアムはネッ性の植物が植えられた、アレクサンドリア動物園の遊歩道ダウンタウンから、西へ約6.5キロメートル。 市部のコロシアムブールバード沿いには、ラピッツグンコロシアムが立地している。この多目的アリーナは1965年の会場以来、コンサートやスポーツイベント、プロレスの興行、ロデオなど様々なイベントに使われてきた。過去には、エルビス・プレスリーのコンサート、キング牧師の演説、ロナルド・レーガンの演説もこのアリーナで行われた。また、 ダウンタウンの南西約3キロメートル、地域中央部には、1926年に開園したアレクサンドリア動物園が立地している。動園は、中南米を模もしたジャガーのそのルイジアナ州に生息する動物、アジア、アフリカ、オーストラリアの5つのテーマを持ったゾーンに分かれており、160種に上る動物を飼育している。毎年2月には、1994年に始まった。 歴史の浅いものではあるが、マルディグラのパレードが行われる。また、ダウンタウンでは、年2回、春と冬に、フランス語で、パーティーを意味する、フェットというイベントが行われる。どちらのフェットでも、ダウンタウンには屋台が立ち並び、特設ステージでは、ライブの演奏会が行われる。加えて、5月初頭に行われる、アレックスリバーフェットでは、レッド側で、 ドラゴンボートのレースや芸術作品の展示会、クラシックカーの展示会が行われる。12月初頭のアレックス・ウィンターフェットではダウンタウンに特設のスケートリンクが設けられるほか5キロメートルの時期輸送大会やアグリークリスマスセーターのコンテストが行われる。アレクサンドリアの都市圏を形成する各軍の人口は以下の通りである。 以下に、アレクサンドリア市における1840年から2010年までの人口水位をグラフ及び表で示す。ありがとうございます。